はい、どうも。ラグナロクの英雄と申します。クラロワ実況4日目、早速やっていきたいと思います。今回使うデッキもこちらですね。それではやっていきましょう。さあ、3回連続で勝てれば、レジェンドアリーナへ行けますが、1回でも負けたら動画終了ですね。ジャイアントですか。ジャイアントは合わせにくいですよね。後ろ目にエレクトロウィザードを出して、おっと、これはちょっとまずいかもしれない。ここでメガナイトをしっかりと後ろの、マスケット重視に対応させていきますが、おっと、相手うまいですね。ここは多分エリクサリードを取られているので、相手の出方を見ましょう。まあ、と言いながら、今ネクロマンサーを出そうとしてましたけど、はい、ここですね。ここでしっかりとネクロマンサーを出していくと。そうすることで、しっかりとマスケット重視にメガナイトを当てられると。さらに、レイジで対応。そして今ネクロマンサーが生きてるので、コウモリの群れも怖くありませんね。おっと、間に合わなかった。これはコウモリの群れ来るんで、対応したいかったですけど、ちょっと遅かったですね。お、これはいいんじゃないでしょうか。あまり入らないですね。まあ、エリクサーポンプは、4の呪文ならね、1、エリクサリード取れるので。おっと、これは、まあ、あの形を作るしかないですね、これは。仕方ないですね。あの形を作ってしまって、もう一気に攻め込みましょう、これは。はい。押し込めれば強いんですけどね、結構。はい、こんな感じで。おっと、そっちに当ててきた。おっと、これはまずいんじゃないか。いや、ちょっとまずいですね。動画即終了です。まあ、とはいえですけど、まあ、2回連続はひどいですよね。さすがに。昨日もこんな感じだったんで。もう一回だけやります。まあ、せめて明日の状態に。明日、ちょうど3回勝つと、レジェンドアリーナ行ける状態に、したいですね。これで勝って。OK です。スケルトン部隊。おっと、結構削られんな。はい、スケルトン部隊をしっかり当てて、これはちょっと、ちょっと厳しいですね、これは。これは痛いですね。よし、いいですね。これはうまく当てられたんじゃないでしょうか。さあ、ここで一気に、まあ、くれました。僕の完全な形は、手前にメガナイトを出して、ネクロマンサー、インフェルノドラゴン、エレクトロウィザードを、こう、後ろに、後方につけて、固めるというのが、最高の形なんですけどね。
今は、エレクトロリザードがなかったんで、ちょっと心配でしたけど、レイジをかけてたことで、インフェルノドラゴンの対応にもしっかりとできたということで。フラッシュエルトン部隊でいいですね。ザップ使ってきそうですが、使ってきましたね。まあ、無視しましょう。はい、大丈夫です。これは大丈夫ですね。もう左狙いましょう。はい。左狙っていきましょう、しっかり。しっかりと。おっと、これはちょっと、エレクトロウィザードを当てて、レイジで対応していきたい。なるほど。相手も前ですね、これは。まあでも、相手のターゲットが完全に左行ってるので、まあこれはこれでいいんですけどね。もう右落とせなくなるので、これだと。はい。大丈夫ですね、多分。これは勝ったんじゃないでしょうか。まあ、ザップ来ると思ったんですけど、間に合わない。今のは間に合ってほしかったですね。おっと、これは、手招きされている。まあ、どこかしらで右に分けると思うんでね。まあ、来てますね、しっかり。はい、これはグッドゲームと。いや、この試合は3連続で見せたいんですけどね。まあ、こっから連続で勝つって言っても、ちょっと動画時間が長くなっちゃうので、今回は、この、リプレイ、僕のリプレイを見て、終わりにしましょう。はい、これは、つもりって書いてましたけど。まあ、早速相手に煽られてますけど、まあ味方のデッキ運がなかったっていうのもありますけどね。たまに。こうですね。これやんないといけなかったですね。メガナイトは、相方が、味方のもう一人が出していて、ネクロマンサーとインフェルノドラゴンを僕が出した形ですね。ここレイジ当てたことで、まあ思った以上に削れてますね。はい。味方のファイアーボールで、ある程度の削りを。そしてメガナイト。さあ、ホグライダーは入ってしまいますが、これでもダメージを最小限に抑えられてるかと思います。さあ、ここでうまいことエレウィズが刺さっていって、まあ、エレクトロウィザードはやられましたが、結構いい感じで削れてますね。ここで味方が、ベビードラ。これもともとベビードラゴン入れてたんですけどね、僕も。あのデッキに。ネクロマンサーとかあるから、まあベビードラゴン、ベビードラいらないかなっていう感じになって一回取ったら、まあ、やっぱそんな必要なくて、そのままって感じですね。さあ、逆サイにフェルノドラゴンを出してますが、しっかりと対応されていきますね。まあでも、ペッカがどんどん入ってるので、さあ、この右と左に分けて出していくという形ですね。ちょっと実況しながらだとあのどっちかしか見れないんで、ちょっと実況大変なんですけど。まあ、ここで左は落とされるかなって感じなんですけど、ここで一気にね、右にさらに攻撃を重ねていきます。はい。やっぱレイジがね、結構効くんですよね。まあ、ここで一応、まだ、左、取られないようにはしてるんですけど。はい。で、これで、まあまあ、そう来ると。はい。で、残りの、まあ、ここ結構優勢ですよね、あと。さあ、もういけるんじゃないかと思いきや、
ここで一気にね、相手のユニットが、右に迫ってきてますね。ここはなんとか対応して、さあこれメガナイトを後ろに出したことでね、ゴーストの対応が少し遅れてしまって、まあちょっとダメージを食らっているんですが、ここでファイアーボールで取ろうとするんですけど、まあ取れなくて、この絶対絶命のピンチでスケルトン部隊にレイジを合わせて、なんとか対応していきます。これでも今きつい状態ですが、なんとか、エレクトロウィザードと、あれで、はい。で、もう、ディガーでギリギリだったんですけど、味方がファイアボール打ってくれて、なんとか手札に回ったことで勝ったという試合ですね。はい。いや、実況しながらだとちょっとわかりづらいかもしれないんですけど、これは結構してるときは、熱い展開でしたね。はい。まあ、これを、実写で見せれるように。頑張っていきたいと思います。はい。それじゃあね、今回はここら辺で。はい。ご視聴ありがとうございました。